いよいよ船の中に入ってみたいんですけど、2階の外廊下ですね。でこれは今、前から後ろを見てます。でこの2階にある出入り口ないんですけども、本来ここは綺麗な板目のデッキが張ってあったわけなんですけども、それらは溶けて消えてしまっています。この図面で4階があったのになくなってたじゃないですか、実際に今の東海マンの写真を見ると。実ははこれは 今のデッキがなくなってんのと同じく、総舵室って木製だったって知ってます？1930年昭和初期の船に関しては、総舵室は木製で作っとかないとコンパスが作動しないわけですよね。沈んで75年ぐらい経ってしまえば、木は腐り、溶けて消えてしまうってことなので、廊下もなくなってますけど、総舵室は綺麗さっぱりなくなってしまってるってことになってます。この廊下の ここにポツンポツンポツンっていうこの丸いポッチこれが手すすりの支えですね同じ場所を後ろから前の方向を見てもらってもポツンポツンと当然廊下には1本ずっと前から後ろまで4 0ルぐらい手すりが伝わらせてましてまあ船が揺れたりとした時に捕まるとかよっかかるとかこのヘリに寄りかかりながら。 サンセット見ましょうかとかあイルカが泳いでますなんていうのを見ながら旅をしたんじゃないかなっていうこの船で旅をした当時の人たちのどんな生活をしてたのかなっていうのは実は自分にとっては大きな部分を占めてましてここからこんな景色を見ながら旅したのかなっていうのを思い浮かべながら潜るのは自分の結構レックダイビングの楽しみ方の一つです同じ景色をこれ横浜に浮いてる氷川丸という船なんですけども 東海丸と同じ1930年の4月に竣航してるんで東海丸よりも3ヶ月ぐらい早いんですけども、まあ、ほぼ同じような時代に同じよう、まあ、会社は違うんですけど同じような船ですから当然似たようなパーツなり形が使われてますから東海丸に限らずいろんなこう今水中に沈んでしまってる商船だとすれば大体多分こういう昭和初期の船だったりすると思うんで。 この横浜に抜いてる氷川丸っていうところに行くととても参考になることが多くてこれなんかまさに同じ景色ですよね。この支えも等間隔でこうあったりするわけですけどもこれ氷川丸に行って東海丸のこの支えの手すりの棒がなくなっていることに気づくわけですよ。だってこれ木だもん。やっぱ木はこの床とデッキと同じように溶けて消えたけどこの支えは残っているということになるわけです。これは 2階です、やはり。2階の外廊下がないと言ったんですけど、これえ前面です、前。こだから、この今、線尾の方を向いている、真後ろを向いている形になってまして、船の前に細い廊下があって、ここに出入り口が1個あったんですね、2階に。で、ここから今日は中に侵入していきたいんですけど、ぴょんと中に入ってみると、当然、デッキは消えているんで、こう底が抜けている床とかになってしまうんですけど、も、この枠が廊下です。この間が廊下で、 ここはダイニングですねで。こっちは客室になってるんですけどもここから侵入してみるとですね今はこの細い廊下を入ってきてこの頭この先頭から入ったんですよ。で入って見たらこの廊下があって右がダイニングサロンで客室でとなってるんですけどダイニングサロンの向こう側に配膳室というのがあります。客室はここの両サイドとということになるんですけども これが今廊下を入ってすぐ見た感じです。ここがダイニングですね。向こう側の客室でここにやっぱり細い廊下があります。天井とか3階の床が抜けてるんで3階の部分も見えてますけども、本当はこう天井ですね。このダイニングの向こう側に配膳室というのがありまして、この枠で囲まれているところ。他のこういう廊下のヘリと違ってこうだいぶ厚めに作ってあるんですけども。 水回り、タイル張りなんですけどおそらくこのタイルを張ったことでこの床よりも一段高くなってるっていうのもあるんですけども水回り系は意外と丈夫に作られてるみたいでこれ今なくなってるところは板壁だったわけですけど基礎がここ他のところよりもだいぶ分厚く作られていてこういうくぼみがあるってことはこの扉を抜けてダイニングに入ったり出たりするっていうことになります。 でこれがもうちょっと真横から配膳室を見てるところなんですけどここ流し台がありますんでここに排水管があるわけですねでもうちょっと流し台に近づくとこれが流し台でこの平らな部分こっちの平らな部分にお皿とかを並べて運ばれてきた料理を器に盛りそれをダイニングの方に持ってったんだと思いますもうちょっと角度を変えた写真なんですけどこれ流し台ですねここ 戸棚がありますよね。まあこっちもそうなんですけど、この戸棚は当然料理を厨房から運ぶにしても、皿までいちいちガチャ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 運ぶないわけで、ここにお皿とかがセットされてたんですよ。1950年ぐらいに潜ったダイバーの話によると、実はお皿とかが結構あのなんか中国みたいな柄のお皿があったんだぜっていう話を聞くんですけど、今はよーくコロナ禍を 首突っ込んでみても、何にも残ってないという状態ですね。残念ながら。本当はお皿とかがあるとだいぶ燃えるんですけども、今は東海丸の中で何かこう遺留品というか残留物を見ることはほぼなくなっております。